この第6話で、ケイト、吉高由里子、は一人、オサム・ジュークマ、小林薫、の元へ向かう。母と自分、の存在について、そして30年前の事件について、オサム・ジュークマに問うものの、突然ホースを手に、したオサム・ジュークマに水を浴びせられる。ケイトの様子がおかしいことに気づき心配した小高、江本佑はオサム・ジュークマの住む海辺の町に車を走らせ、びしょ濡れで道を歩いているケイトを見つけ、すべてを察しケイトを抱きしめる。この第6話で、ケイト、吉高由里子、は一人、オサム・ジュークマ、小林薫、の元へ向かう。母と自分、の存在について、そして30年前の事件について、オサム・ジュークマに問うものの、突然ホースを手に、したオサム・ジュークマに水を浴びせられる。ケイトの様子がおかしいことに気づき心配した小高、江本佑は、オサム・ジュークマの住む海辺の町に車を走らせ、びしょ濡れで道を歩いているケイトを見つけ、すべてを察しケイトを抱きしめる。ケイトと小高の仲が深まる一方で、人気騎士の不倫騒動を取材することになったケイトは、騎士が送る暗号メールの解読を元将棋部主将の野中春樹、重岡大毅、ジャニーズ WEST に依頼。春樹が一役買い、取材では大活躍するも、春樹の闇落ちまでのカウントダウンが始まる。